はいどうも、メダロットに関する情報をお伝えするメダロットニュースをお伝えするのはノヘイです。今週もメダロット S に関する情報を中心にお届けしたいと思います。まずは新たにピックアップガチャに登場する機体についてのお知らせでございます。こちらをご覧ください。はい、ということでゲーム版メダロット3のボス戦に登場したトランプシリーズメダロットのガンキングとファーストエースがメダロット S に登場いたします。日程については8月18日の木曜日の15時から8月25日木曜日の14時59分となっております。早くもトランプシリーズ勢揃いというねことでね、早速機体についても見ていきたいと思います。まずはガンキングから。機体名はガンキング TKG 型のメダロット、トランプのキングをモチーフにしたメダロットでございます。トランプシリーズのメダロットではジャックをモチーフにしたジャッカル、クイーンをモチーフにしたメイクインがねすでに登場しているんですけれども、今週のガンキングとファーストエースで4機体全てが揃ったという形になります。このガンキングメダチェンジが可能な機体となっております。それではステータスについても早速見ていきたいと思います。メダチェンジ前のステータスがこちら。はい、頭部パーツがファーストエイド、右腕パーツ、左腕パーツがカウントダウン、そして脚部は2脚タイプとなりました。脚部特性はエンデュランスとなっております。ガンキングといえばね、鉄壁の装甲をイメージする方も多いと思うんですけれども、頭部パーツ以外の装甲の高さが特徴的な機体でございます。もっとねものすごい装甲のステータスを期待していた方もいるかと思うんですけれども、メダロット S ではこのような調整となりました。そして両腕のカウントダウンはメダロット S では初実装の技となっております。高い装甲と同じくガンキングのね代名詞ともいえる言えるこの技を持っての参戦となっております。攻撃するたびにカウントが減り、カウントがゼロになった機体を問答無用に機能を停止させてしまうというね恐ろしい技でございます。メダロット S では最初にカウント3を付加して攻撃するたびに1つずつ減らしていくということになっておりまして、4回攻撃をヒットさせれば機能停止という効果になっております。そして頭部装甲は低いんですけれども、貴重なね男性型のファーストエイドを持った機体でございます。ここも注目していただければと思います。そしてメダチェンジ後のステータスがこちら。はい、ドライブ A が完全ガード、ドライブ B がチャージトラップ、ドライブ C がチャージプラント、そして脚部は浮遊タイプになりまして、脚部特性はスーパーアーマーでございます。頭部の装甲が低いという弱点を補い、4パーツを合計した高い装甲の、ね、メダロットは完成いたします。ドライブ A は全ての攻撃を防ぐ完全ガード、メダチェンジ状態ですとデストロイも効かないのでかなり強力でございます。そして攻撃をせずにチャージを選択する相手にダメージを与えるチャージトラップをね持ってるのもなかなかの組み合わせでございます。脚部特性のスーパーアーマーも相まって味方を守る堅牢なね盾役となってくれるかと思います。続いてファーストエースについても紹介したいと思います。機体名はファーストエース TJO 型のメダロット、トランプのエースをねモチーフにしたメダロットでございます。こちらのモチーフについてはね、ゲーム版メダロット4の中でトランプのエース型メダロットと紹介しているんですけれども、まあ、型番のね、TJO からも伺えるように、開発時の資料にはトランプマンジョーカーがコンセプトというね、記載もあるのが面白いところでございます。ステータスについても見ていきたいと思います。メダチェンジ前のステータスがこちら。
はい、頭部パーツが対地制御、右腕パーツと左腕パーツがフォース制御、そして脚板に脚タイプ、脚部特性はシェイプメモリーとなっております。両腕のフォース制御は相手のメダフォースを封じる強力な技でございます。メダロット3の時はね、フォースドレインという技を持っていたのですが、相手のメダフォースを奪うのではなく封じる方向に変化しております。今までこの技プリミティベビーやペンテンサーナの頭部パーツにしか実装されていない技なんですけれども、今回腕パーツでの実装ということでね、編成の幅が広がりそうです。そして脚部特性のシェイプメモリーはパーツが破壊されてもチャージをすることで破壊されたパーツを再生することができるので、メダチェンジ対応機体には相性が良い脚部特性となっております。次にメダチェンジ後のステータスがこちら。はい、ドライブ A がトルネード、ドライブ B がミラーガード、ドライブ C がスリップ、脚部は浮遊タイプになりまして、脚部特性はトリガーハッピーを持っております。ファーストエースの本領発揮、メダチェンジ後はね、相手に回すとかなり厄介な構成となっております。まずドライブ A のトルネードは相手を防御不能、回避不能状態で一時停止させ、脚部を飛行扱いにする強力な技なのですが、成功重点冷却の数値がねとても優秀でございます。飛行状態になった相手にはね、アンチエアが非常に強力でございます。そしてドライブ C のスリップは相手の行動を中断させる攻撃なのですが、妨害クリアによる対策ができない技なんですね。こちらの技もステータスが非常に優秀なのでね、繰り返されるだけでも何もできなくなるというね、強力な技でございます。そしてこのドライブ A と C のね、対策も大変なのですが、ドライブ B のミラーガード、こちら射撃攻撃を跳ね返すガード体制を取ることができるんですけれども、ガンキング同様メダチェンジ後のガード体制はデストロイでは崩せないので、射撃対策としては非常に優秀ということでございます。これは厄介です。はい、ということでね、鉄壁の装甲を盾に相手をカウントダウンで追い詰めるガンキング、そして豊富な妨害コードで相手の戦略を崩すファーストエースがね、今週木曜日に登場いたします。改めまして、日程については8月18日木曜日の15時から8月25日木曜日の14時59分の開催となっております。よろしくお願いいたします。また今週はガンキングが登場する超襲来、あだなす者に初段の早々堅牢自身の優位なる王、そしてファーストエースが登場する超襲来、勝利への切り札がここに、宙を舞う不気味な制圧者を開催いたします。クリアをするとルビー10個とサイプラシウム合金10個に加えて、称号優位なる堅牢王、そして勝利への切り札を入手することができます。よろしくお願いいたします。次に復刻ピックアップガチャに関するお知らせでございます。今週はゲーム版メダロット3に登場したメダロットたちが日替わりで登場する復刻ピックアップガチャを開催いたします。登場するメダロットはこちら。はい、という形になっております。すべてゲーム版メダロット3に登場したメダチェンジが可能な強力な機体となっているということでございます。気になる機体がいる方はね、ぜひ忘れずに挑戦してください。そして続いてカスタムスキンに関するお知らせでございます。今週はブラックメールにコンビニで交換できる常設のカスタムスキン、スカルデビルバージョンが追加されます。ゲーム内コンビニにてカスタムジュエルと交換できます。またカスタムスキン追加に合わせてブラックメールのピックアップガチャも再登場いたします。日程については8月18日木曜日の15時から8月25日木曜日の14時59分の開催となっております。本体となるメダロット自体を持っていないとカスタムスキンだけ持っていても使えませんのでご注意ください。まだ入手していない方はね、ぜひ今回のピックアップガチャもね、再登場で狙っていただければと思います。ブラックメール非常にね、強いんでチャンスです。はい、そして次にイベントに関する情報でございます。今週はトランプシリーズのメダルと4機体揃ったことを記念して、トランプ降臨記念イベントミッションというものを開催いたします。日程については8月18日の木曜日の15時から8月25日木曜日の14時59分の開催でございます。イベントミッションはデイリーミッション、フリーミッションのページで開催される期間限定のミッションになります。内容は期間中1日ごとに追加されていくんですけれども、前日までに追加されたミッションもね、まとめて挑戦できますのでね、ぜひログインして挑戦してみてください。クリアをするとダッソルビーのほか、今回のイベントミッションのクリア報酬限定のアイテムプレゼントガチャのガチャチケットが入手できます。これは後ほど説明いたします。そしてね、今回はなんと目玉報酬としてクラウンメダルもね、入手することができるということでございます。ステータスはこちら。はい、ちなみにこのクラウンメダル、貴重なメダフォースのレベルロストをね、持っております。イベントロボトルや超襲来などね、手強い相手と戦う時に活躍するメダフォースなのね、ぜひ皆さんゲットしていただければと思います。そして先ほどご紹介したことですけれども、今回のトランプシリーズ実装記念の限定グッズとして、こちらのファーストエーストランプ風カードっていうのを作ってしまいました。こちらのカードっていうのはイベントミッションをクリアするともらえるガチャチケットをね、使って回せるガチャで100名様に当たる特賞として封入されているということでございます。
ます。当選した方はね、リアル特典付きガチャを購入した時と同じように専用の住所登録ページから発送先のご住所を登録していただく形となります。ぜひガチャで当ててください。またこのニュースのプレミア公開後、メダロット S のツイッターアカウントでキャンペーンも開催いたします。そのキャンペーンでもね、同じくこのトランプ風カードが100名様に当たりますので、ぜひ参加していただければと思います。こちらのキャンペーンの応募期間はキャンペーンツイートの投稿から1週間を予定しております。よろしくお願いいたします。そして今週の更新予定でございます。今週の激闘ロボトルはタンクダンク、ガンデスペラード、フライファルコンが登場いたします。メダリーグについては今週のメダリーグの地形は草原でございます。そしてメインストーリーに関しましては、現在メインストーリー第6部第5章新鋭隊とファンクラブ騒乱その1がね、公開中でございます。ログインボーナスも配布しております。8月26日までなのでね、ぜひ必ず受け取っていただければと思います。よろしくお願いいたします。以上、今週のメダロット S に関する情報でした。はい、ということでね、今回は以上になります。今週もね、概要欄からルビー1個受け取れるプレゼントキャンペーンをね、開催するので、ぜひ受け取ってください。多くの方に動画を見ていただきたいので、キャンペーンの URL とコードは SNS などには載せないようにしていただけると嬉しいです。はい、ということでね、8月も折り返しました。今年の夏はメダロット3のね、ボスメダロットが総登場するという展開となりました。個人的にはね、メダロット3からね、本格的に広報に参加したのでね、メダロット3は非常に思い入れのある作品でございます。当時の記憶で結構印象深いのが、一斉射撃2000キャンペーンというのをやったんですけれどもね、これね、なんとメダロット3を予約すると10万人にカードファイルと OCC カードをプレゼントしちゃおうと、さらに抽選で1000名様にはボイスコマンドモデルやメダロッチなどが当たるというね、めちゃくちゃ大盤振る舞いのキャンペーンをやったんですよね。まあその後、その OCC のサイズが大きいとかね、そんなトラブルが笑い事では済まないんですけど、そういうことがあったことで記憶に深く刻まれております。あとチアフルバニーのメダロット3配信、先日の金曜日の夜から頑張って配信いたしました。メダロット3ってどんなゲームだったかなという方、ぜひ実況動画を見てね、皆さん思い出していただけると嬉しいです。スイッチをお持ちの方はメダロットクラシックスプラスをご購入いただければ、なんとメダロット1から5ナビ G2 カーまで遊べて、とってもお得なねソフトがありますよね。そちらで遊んでいただいてももちろん OK でございます。それではまた来週もよろしくお願いいたします。以上です。ロボトルファイト。